ビブリオ定型は伝統的なギリシア神話と英雄伝説の概要を述べた本。3巻が現存する。日本語訳書の代はギリシア神話だが現代は文庫の意。この種類の書籍として古代より現在にまで伝存した唯一のもので世界の起源からトロイや戦争までのギリシア神話の系統的概説書である。ビブリオ定型は 紀元1世紀から2世紀頃に編集された。写本が現在にまで伝存しているので、古代にも広く知れ渡っていたであろうが、この本に直接言及した記録はない。伝存するいくつかの写本にはその著者として、アポロドーロスという名前が示されている。このアポロドーロスは、サモトラ家のアリスタルコスの弟子、アテー内のアポロドーロスとみなされてきた。アテーナイのアポロドーロスは、 年代記を表し、ディオドルス・シクルスはこの年代記の記法を利用した。また、ホメイロスに関する注釈も表したことが知られている。しかし、このテキストには、おそらく一世紀の人物と考えられる、ローマの年代記作者カストールの引用が含まれている。また、アテーイのアポロドーロスの著作は、ほとんどが三一指教伝存していないが、わずかに残る文章と比較しても、 合理的で整然とした文献学的記述を行うアテー内のアポロドーロスとビブリオ提携の編集者は作風からは同一人物とは考え難いということもあり19世紀末にローベルトなどが別人説を唱え今日本書の著者はアテー内のアポロドーロスではないと考えられている古代アポロドーロスという名は一般的な名であった アテーナイのアポロドーロス以外にも、なお知られるアポロドーロスが10人近くいたので、本書、ビブリオテ系の作者として、スドース・アパロドロスで、スード・アパロドローズ、またはそのラテン語系のスード・アパラドーレスとも呼ばれた。これは19世紀末より20世紀にかけてのことである。スード・アップルトリスという呼び方は今日でもなお、使用されている。 例えば、エンサイクロペディアブリタニカの2005年 CD 版は、ビブリオテカの作者をこの形の名で呼んでいる。他方、このような呼び方はせず、単に、アポロドーロスとしたり、アパロドリスミタグラファスというような名を使っている例も、ある。著者を示唆する記述とともに、この本に言及したのは、東ローマ帝国の構想であった旧世紀のポーティオス、であり、それ以降、 設営スなどの注釈学者によって頻繁に引用されるようになった。東ローマ帝国においては、紀元10世紀より帝国が滅亡する15世紀の頃まで文献学者によって研究され注釈されてきた。西欧がこの書物を知るのは、東ローマ帝国滅亡により、その文化的遺産の多くを継承した15世紀以降となる。ルネサンスにおけるラテン文学を通じての ギリシア神話理解の時代以降に、真の古代ギリシアの探求や研究が始められたので、西欧では、この書籍が一般の研究者に知られるようになるのは、さらに遅い時代となる。しかし、この書籍は、独特の内容と構成を持ち、すなわち、紀元前5世紀以前の古代ギリシア神話の姿を伝えているため、古典研究者にとって重要な資料となった。また、 現代の詩人、文学者のロバート・グレーブスまで多くの作家等に影響を与えた。この書は古代のギリシア神話の包括的な系統史で、英雄神話の中の小王朝の物語や、ヘイラ・クレース、イアーソーン、ペルセウス、そしてトロイア戦争の外説とそこに登場するアキレウス、ヘクトール、ヘレネーといった英雄や女性にまつわるエピソードが語られる。 紀元前5世紀以前の文献をもとに神話をまとめているため、ローマ神話の影響をまだ受けていない。ギリシア神話の主要な文献として、参考書として、さらに、オイデウスなどのラテン語作家がある意味では異曲したとも言える、本来の古代ギリシア神話の姿を伝えるものとして、重要な意味を持つ。この本は、日本語では高津春重の訳本が、 半世紀以上にわたり流布した結果、ギリシア神話という名称が定着している。他方、英語ではこの本を簡単に、ライブラリーエピトメと呼んだりする。ビブリオテー系は、もともとは4巻あったが、3巻の一部と4巻が消失してしまった。一方で、全体の適用があり、そこに消失した部分の内容の概略が残されている。ありがとうございます。